おはようございます。森尾町ラディオ、今日もお相手は私、あなたの隣人貝原だ。今朝の一曲はこちら。さあ、いただこうか。そうそう、君にプレゼントがあるんだ。よろしかったら私たちとお昼ご一緒しませんか？すまないが遠慮するよ。これからこの書類を届けなくてはならないんだ。それでは。やめとけやめとけ。あいつは付き合いが悪いんだ。どこかに行こうぜって誘っても楽しいんだか楽しくないんだか。キラ・ヨシカゲ、33歳独身。仕事は真面目でそつなくこなすが、今一つ情熱のない男。悪いやつじゃないんだが、これといって特徴のない影の薄い男さ。おいおい、何を怒って拗ねているんだ。新入社員の女の子たちにお昼を誘われただけじゃないか。君とお昼を食べる約束してたのに。一緒に僕が行くわけないだろ。すぐに断ったのを聞いてたろ。僕が君を一人ぼっちにさせたことがあるか。ん？さ、心配はいらないから、一緒にサンドイッチを選ぼうじゃないか。ほら、どれが食べたい？とても柔らかいパンだね。この店のサンドイッチはいつもお昼の11時に焼き上がったパンで作るから評判がいいんだ。午後1時過ぎには売り切れるんだよ。ラップの上からでもほかほかしてるね。このカツサンドのカツも揚げたてでサクサクしてるんだよ。しまった、ラップを突き破ってソースを染み出させてしまったぞ。はあ、いけない子だ。しかし、このサンドイッチは穴が開いたから、その下のやつを買おうね。ありがとうございました。美しい街だ、森王町。こんな素晴らしい街が他にあるかな。まるでピクニックに来てる気分だね。ちょっと匂ってきたか。この女ともそろそろ別れ時かな。手を切る時期か。手を切る。またどこかで旅行かなんかしている新しい女の子を見つけてくるか。